どうも、こんばちわんこ、スコロベイコです。劇場版、仮面ライダーギーツ、リバイス、ムービーバトルロワイヤルの感想動画です。リバイスパートと、まあ、デザイアロワイヤルパートに分かれていたんで、別々に感想を言っていきたいと思います。竜巻についての感想はね、ちょっと熱量が違うんで、別の動画を出させていただきたいと思ってます。まずは、リバイスパートから。 結局、いつものリバイスだったリバイスパート。いきなりなんですけど、悩んだんですよ。こいつどうせリバイス悪く言ったら伸びると思ってんだろうって思われるのが嫌なんで、できるだけいいところを探そうと思って見てみたんですよ。面白い作品って、そんな努力しなくても楽しめるんですけどね。でも、先入観があるから、そこはなくしていかないとと思ったんですよ。でもやっぱり、当たり前ですけど、リバイスの最終回に、 肯定的な意見が持てないと楽しめない話でしたね。なんて言うんですかね。仮面ライダーじゃなくなって、家族の束縛みたいなものがなくなった一期の、その後みたいなものをあえて描いていなかったとかじゃなくて、やっぱりリバイスというか、五十嵐一期の物語は、マジでテレビ本編のあの最終回で完結していました。 最初の自己紹介で、おら、いがらし一気なものは風呂とサッカーみたいなこと言うんですけど、そこでサッカーに言及してくれたんで、あ、一気は一気で自分の道を進んでるんだなぁと思って、ちょっと嬉しかったんですよ。でも結局ね、映画のリバイスパートで描写されたのは、家族のために戦う、家族の幸せだけを願う、家族の幸せが俺の幸せみたいな、まあ、悲しい男だったんですよ。新しく生まれたね、いがらし家の家族、幸四郎にしても、本当に、 一騎をまた戦わせるためのギミックでしかなくて、やっとね、下の兄弟に対して手間がかからなくなって、親父も働いてくれるようになったから、肩の荷が降りた一騎の新しい荷物でしかなかったんですよ、甲子郎は。 あとね、大事にしても桜にしても、一騎以外の他のキャラクターにも言いたいんですけど、無駄なやりとりだとは思うんですよ。尺としてはね。でも一回くらい、もう一騎は戦わなくていいよって言えよって思っちゃうんですよ。今回なんて、まあ、本当にね、尺の都合なんでしょうけど、五十嵐四兄弟が襲われてる時に、ひろみさんが助けに来て、それぞれの変身アイテムを持ってくるんですけど、その時に一騎に対して、バイスがいないと半分以下の力しか立てないが、お前は戦うか。 ででヒミさんんがが一気に覚悟を問うシーンがあるんですよ戦うに決まってんじゃん。多分次変身したら死ぬぞって言っても、こいつは家族のためなら戦うよ。こういう自己犠牲マシーンだもん。そこは、俺たちが戦うからお前は逃げろとか言ってあげてよって。戦わなくてもいいんだよって言ってあげてよって本当に。ちなみにバイスの記憶はないんだけど、 仮面ライダーとして戦った記憶は持ってるらしいんですよね、一気は。バイスのことに関しても、まあ、大事たちから、お前が忘れてるだけで、バイスっていうお前の悪魔がいるんだよって、教えてはもらってるみたいですよね。まあ、そこはね、ファイナルステージでも描かれてはいたので、あれですけど、そのバイスのことを忘れてるけど、仮面ライダーとしてギフト戦った自覚はあるっていうのは、そこもおかしくねえかとは思うんですけど、そこもツっコみ始めると、1時間くらいの動画になっちゃうんで、そこはもうやめときます。 需要ね、ありそうでしたら、もう一回映画見に行って、リバイスの本編も全部見て、リバイスのおかしなところみたいな動画出しますよ。今回は結局意味語だった五十嵐幸四郎と、バイスの復活それでいいのってところにスポットを当てて話そうかなって思います。 コウシロウについてですけど、宣伝の通り、この子の悪魔が狙われて、再び一騎たちが戦うっていう流れなんですよね。謎の時空の裂け目から、かつて義父に文明を滅ぼされた地球外生命体、イザンギとバリデロがやってくるんですけど、そいつらが後につながるデザイアロバイアルパートに出てくる、今回の映画の黒幕とも言えるコラスと繋がっているらしくて、義父の遺伝子を持つ悪魔を狙うために、イガラシ四兄弟を襲撃してくるんですよ。 なんで、一騎大事桜じゃなくて、甲子郎が狙われたのかは不明ですけど、他の三人と比べると力は劣るけど、制御しやすいのが赤ちゃん悪魔だったとか、そういうことなんですかね。個人的にはね、この時点で甲子郎なんて出さずに、一騎の中からバイスの力が奪われて、それを助けるみたいな話にでもして、バイス復活の足掛かりでもそりゃいいじゃんって思うんですよね。それをしたら一騎も戦わなくていいし、 今度は俺たちが一騎のために戦うんだって大地たちが奮闘できるし、そっちの方がね、個人的にはいいんじゃないかなって思うんですよ。もうこの時点で僕としては、なんでわざわざ甲子郎を出したんだろうって思っちゃうんですよね。ちなみにこの戦いで通常の半分の力も出せない一騎はもちろん、大地桜もボロ負けして、一騎は三蔵の川一歩手前の重傷を負って、甲子郎は遺産機バリデロにさらわれてしまいます。 その経緯を聞いたパパさんことン太が、やっぱり義父の遺伝子は呪われてるんだ、みたいなことを言った後に、ママさんことユギミさんが、これが、イがラシきの乗り越えなきゃいけない運命みたいなわけわかんねえこと言うんですよ。いやもうそんな十字架を貸すなよと。架空の登場人物たちとはいえね、その他人のね、家庭にね、とにかく言うなんてもう最低ですけど、ガキ産むなよと。そんなんわかるやん、重い十字架背負うって。いらんやん、4人目。僕独身ですけど、子供欲しいとも思ったことがないんで、 三人子供がいて、しかも一番下の子が17とか18ですよね。それで四人目欲しいって思うことってあるんですかね ただただかわいそうというか、本当に親のエゴです。子供が親に言っちゃいけないセリフナンバーワン。産んでくれって頼んでねえしって言ってもいい唯一の存在になっちゃいますよ。一喜とか大地とか桜が将来的に結婚して子供を作るってなるのとは話が違うと思うんですよ。道徳とか倫理観とかね、なんかそういう意味でのね、気持ち悪さが拭えないんですよ。子供を産むことっていうのは素晴らしいことだし、別に高齢出産がどうとか、それはどうでもいいんですよ。 でも、お前たちに関しては違うじゃんっていう、なんかこの、わかりますこのモヤモヤした感じ。結局、お前ら両親は子供たちに何をしてあげられたのよって、 本編だけ見てると言いたくなりますし、まあ、結果論とはいえね、その、三男が生まれたことによって、長男死ぬとこだったし、結局その死にかけた長男任せで、両親何もしねえっていう、むしろよく一気あんなまっすぐ育ったよねって思いますよ。いや、むしろ親がダメすぎるから、俺が家族を守らなきゃって、歪んで育ったんですかね。路線変更でね、サッカー辞めた理由を家族とか関係なく、バイスが記憶を奪ったからに変えたけど、 ジーコの一件がなかったとしても、絶対サッカーやめてましたよね。リバイスパート多分大体30分くらいですよ。それにも関わらず、新しい家族が生まれたってだけで、ここまでモヤモヤさせるっていうのは、さすがリバイスだなって思いました。アンチの声を無視して、ファンを尊重して作ったといえば、聞こえはいいんですけど、 違反意見を真摯に受け止めずに、好意的な解釈をしてくれるファンに手をり切った行間を読ませる姿勢が、本当に最後の最後まで現れてましたね。で、次は、これでいいのかバイスの復活。重傷を負って、まあ、三蔵の川一歩手前みたいに息が鳴るんですけど、そこで精神世界的なところで、道が分かれてて、戦いの中に戻るか、あの世みたいな綺麗な空が映し出された道に行くかみたいな、 二択を一騎は迫られるんですよ自分の中の悪魔はもう十分戦ったから休めと天国の方を進めてくるんですよ。その悪魔のやきに巻きかけて、最初は綺麗な空天国の方を選びかけて、 一騎が寸寝のところで炎に包まれた戦いの道を選ぶんですよ。ちょっと待ってくれよと。なんでこんな徹底的に自己犠牲マシンにするんだよと。なんで最後まで休んでもいいのよって言ってくれるのが抑圧された自分の負の部分であるバイスなのよと。一騎の自己犠牲っていうのは、まあ、彼のヒーローとしての個性としては、美徳的なものではあると思うんですけど、わからないってもいいじゃんって思うわけよ。彼が生きなきゃいけない理由が、やり残したことがあるとか、そういうのじゃなくて、 結局、家族を守るなんですよね。もうなんか、そういうもんだからって、勝手に自分で納得してるようにしか見えなくて、心が壊れとるやんお前って、やっぱなっちゃうんですよね。なんでそこまで家族のために戦えるのっていうのが、長男だからっていう理由しかないんですよ。 家族って仲良くて当たり前だよねみたいなのに疑問を投げかけるじゃないけどそういう感じだったじゃん最初のリバイスって大事の嫉妬からの影浪に始まって一気が最終的にお前らいい加減にしろよみたいなことを言って家族としてもう一度向き合おうよみたいな そういうのが全くなかったから、本当に最後の最後まで、ただの自己犠牲マシンとして一気は終わってしまってるんですよ。そんで、奇跡の力でバイスは復活して、アルティメットリバイスになって敵をボコボコにしましたとさ、めでたしめでたしなんですよね。いくらなんでもお前持ってるやろって思われた方、全然持ってないです。でもまあ、奇跡の力っていうか、 復活の指し方がわけわかんないのは当たり前なんですよ。だって一騎がバイスのことを忘れたらバイスが消えるっていうのがそもそも意味不明なんだから。厳格なルールを敷いてないから、こうですって言われたら、そうかーって言うしかこっちはないんですよね。それがね、やっぱり叩かれてるポイントだと僕は思いますよ。それでもバイスがここまで愛されるキャラになってるから、東映さんはね、エイトクさんと木村すばるさんに 1>, 1億円くらいはギャラとして振り込んだ方がいいと思いますよ、僕は。それくらいに助けられてる。とまあ、リバイスパートはいつものリバイスでしたとさって感じですね。あと、パンフレット買ってない方向けに言うんですけど、4人目の兄弟っていうのは、もちきプロデューサーのアイディアらしいです。やっぱりというか、ある意味この人のアイディアでよかったっていう感じはします。木下さんがそこまでずれた方ではなくて、ちょっと安心しました。まあ、そんで、結局、コラスに、宝士郎の悪魔を誘拐されて、 ふむりを人質に取られたギロリがビジョンドライバーを奪われ、デザイアグランプリが乗っ取られてしまいます。お話としてはね、ギーツの番外編として見るとよくできてるんですけど、ギーツ、リバイス、そして龍ュウキのコラボ映画として見ると、やっぱりちょっとイマイチなんですよね。コラスが世界を作り変えた際、彼が願った世界が、 デザイアグランプリが存在しない世界なんですよね。この願いが結構ギーツという物語のまた新たな考察要素、ヒント要素になってるんですよね。ホラスがギロリの前任のゲームマスターっていうところとかは分かりやすくギロリの今の立場の危うさを暗示していますよね。すでにね、ゲームマスターが交代しているっていう事実があるわけですから、またこの願いによって道長が生き返るんですよね。デザイアグランプリそのものがなかったことになったから、 デザイアグランプリで死んだっていう事実が消えるんですよ。死んだ人を生き返らせることができるっていうのが、平和がデザシになる前に判明しました。そんで、今回のラスボス、仮面ライダーシーカーなんですけど、彼が政治家の息子で、その政治家がおそらくですけど、デザグラ運営のスポンサーなんですよね。もしかしたらコラス個人に投資していたのかもしれませんけど、そのシーカーの父親がモニターでデザロアの中継を見ているんですよ。 やっぱり戦いは中継されていて、見せ物になっているっていうのが判明したんじゃないかなって思うんですよね。デザグラの存在が消えると、ジャマとも一緒に消えたり、ギーツ1話から言われていた、願いでデザイアグランプリをなくせばいいじゃんっていうのが、マジで叶うけど、叶ったところで別のゲームが始まるだけっていうことも判明したように思います。一応劇中でギロリが、デザイアロワイヤルは、デザイアグランプリの方針とは真逆のゲームだと批判して、 デザシンとは世界を救った英雄。理想の世界はその栄誉を称えた報酬。みたいなことも言うんで、すっごいうさんくさいですけど、やっぱり世界のために開催されているっていう側面はあるみたいです。おいおい、テレビ本編のギロリさんと比べると言ってることがおかしいんじゃないかいと思われた方もいるでしょう。僕も思いました。ただ、このセリフは彼は彼なりにゲームマスターとしてデザイアグランプリやそれに参加するプレイヤーたちと 真摯に向き合っているんだなとは思いました。どこか抜けてるだけなんですよ。最後まで嘘を突き通せばいいのに、パンクジャックにわざわざ本当のことを言ったり、今までね、エースがいなかったら、ゲームオーバーになっている局面だらけなのに、ライダーを成長させてきたとか言って、結局道長死んじゃうし、 ジャマトの研究の進捗状況も把握できていなかったり、ただね、最後にとんでもない設定が明かされるので、彼がおかしくなっちゃったのは、やっぱり浮世エースが全部悪いんじゃないかなって思ってます。今回でね、 悪人じゃないんだなとは思いました。そもそもビジョンドライバーが割れた理由が、つむりを人質に取られたからですからね。今後、マジで重要になりそうな要素って言えば、最後に明かされた、エースがこの時代の人間じゃないっていう設定と、カゲロウが見た、ケイワの中に潜む負の部分って言うんですかね。リバイスの悪魔の設定が、まあ、今回の映画でもやはりめちゃくちゃになってるんで、あれが何なのかはわかりませんけど、ケイワの中に負の部分が存在するっていうことなんですかね。 ただそこでも彼は自分のことを世界平和を願う一般人って言ってるんですよね。第1話からちょっと感じていた、ケイワの危うさというか、お人よしっていうには、 ちょっとなんか違うなっていう違和感が、ここに来てまた浮上したって感じがしますね。スポンサーを親に持つネオンや、死亡退場して今後がどうなるか気になる道長と比べると、このまままっすぐ成長されても、面白みのないキャラクターになっちゃうなぁとは思っていたので、楽しみなところですね。映画を見た後に、もう一度ギーツを最初から見直してみようって思えるような作品でした。ギーツ本編に関わるものとしては、面白いものが多かったのですが、 肝人の映画としての出来はどうだったのか。まあ、可もなく不可もなくって感じでした。最初の悪魔マラソンゲームから始まるんですけど、それが予選で本戦からは本格的にライダーバトルをするっていう構成なんですよね。 予選の段階でエース一騎ヴァイス以外のメンバーが落とされるわけなんですけどそれが雑って言っちゃなんですけどまあ一応コラボ映画だから主人公組以外も絡ましとくかくらいのものでしかなくて本戦は主人公以外はいらないから雑に処理されたって感じなんですよね王者に負けた道長とかはまだいい味出していたんですけど大地と K はあたりはマジで雑に処理されましたねネオンと桜はキャラクター同士の絡みとしては良かったんですけどナイトに変身し レンと戦う際やっぱりレンは戦いに積極的じゃなくて。 逃げるように二人に促すんですけど、なぜか桜が何もされていないのに、レンに喧嘩を打って、ガードベントされて帰り討ちにあって、ネオンを巻き添えに消えていくっていう、これまた桜叩かれるよっていう、かわいそうになるような扱いでした。デザロアパートは高橋さんの脚本なので、高橋さんからも桜がそういうキャラクターに見えていたんでしょうね。まあ実際戦闘になるとなぜか野蛮化しますからね。他にもギーツリバイスコラボ用素といえば、ナビゲーターとして コラスにマインドコントロールされたつむりと、もう一人。 ブラックジョージ・カリザキが出てくるってことですね。これはカリザキの中の悪魔がついに現れたんだとか、つむり含めてこれはミラーワールドの龍気にとっての龍がみたいな存在なんだみたいに考察をしている方もいたんですけど、僕はフィギュア王を熟読したほどの喫水のリバイスファンです。これは読めてました。これ僕の鍵やかのツイートなんですけど、まあどうせね、浜尾のりたかさんがライダーオタクだから身内乗りで解説役をやらせただけなんだろうなって読めてました。なぜなぜらフィギュア王の 話になっちゃうんですけどジョージカリザキは最初の予定だと各スタンプのレジェンド要素を解説するっていうキャラクターだったっていうことが書かれていたんで刻んできずにもともとカリザキを仮面ライダーにする予定だったから浜尾さんがクーが好きだからジューガに変身させてあげるねみたいな思い出作り作品がリバイスなんでまあこうなるんだろうなって予想はできてましたちなみに僕は 浜尾のりさんのことは素晴らしい俳優さんだと思っています。彼を誹謗中傷する意図は全くありません。 なんならね、彼に限った話じゃないですけど、リヴァイスは本当に俳優に恵まれてます。あれだけね、破綻しても、演技力でご了承したら、やっぱなんかいい話風に見えるんだもん。と、話がそれましたけど、ギーツ・リヴァイスコラボ要素で言えば、エースと一気の絡み以外は、あまり褒められたものではなかったですね。ただ、流気勢も含めて、アクション面とか戦力バランスみたいなものは、すごく良かったと思います。バイスがね、実は一時的に復活できただけで、消えそうになった時に、デザイアグランプリにエントリー して実体化でできるる時間を延長させるんですよね、まあ、なんでそんなことできるねんって言われちゃうとね、そもそもなんで復活できたねんってなっちゃうから、ちょっとその突っ込みはやめましょう。それに伴ってデザイアドライバーを使うから、アルティメットリバイスになれないんですよ。これはね、うまいことやったなって思います。アルティメットリバイスの無双自体はリバイスパートでやったので、じゃあそこで最強フォームになった時、どういう風に後輩の技術に 花を持たせるんだとか、先輩とどう戦うのかみたいなところはね、考えられてるなって思いました。僕ね、別作品同士のライダーバトルってあんまり好きじゃないんですよ。どっちが勝ってもケチがつくじゃないですか。だからとりあえず、本来の力は出せないから、先輩相手にもボコボコにされるまではいかずとも、押されてるっていうのはいい落としどころだったんじゃないかなって思います。唯一エースだけは竜が相手に優勢だったりはするんですけど、やっぱりエース自体が本編でもそこを見せていない キャラクターで圧倒的に強いっていうイメージを持たせてるおかげっていうのもあると思いますしパワー押しの相手だと強いけど技術面だとリュウガって結構弱いイメージもあるんで僕はまあ個人的になんですけどエースにとってリュウガは相性のいい相手だったっていうところで解釈一致してるっていうのも大きいんですかねシーカーについてもねどっちかっていうとギミックボスみたいな感じだったんでギースリバイバイスも落とすことなく3人で協力して倒さなきゃいけない敵として 描けていたのは良かったなって思います。ただ、デザ神対デザ神って煽った割には、多分正面で戦ったらお前ギーツに負けてたよねって程度なのがちょっと残念でしたね。竜気勢っていうイレギュラーは別として、浮世エースが苦戦するタイミングを描くのは今じゃないってことなんでしょうかね。そう思うとリバイスパートもデザルワーパートも、 ラスボスに魅力がなかったっていうのは共通していたかもしれません。ただ、結末として最後シーカーを倒してデザシンになったのがエースと一気の二人っていうのはいい落としどころだったなって思います。その時一気はデザロワで犠牲になった人が元に戻るって聞いて、じゃあ特に願いはないって言ったのはやっぱり怖かったですけどね。やっぱり今回見せられた一気のその後を彼の幸せって言われちゃうと僕はちょっと納得できないですね。 ここのパートは多分、リバイススタッフと相談しながら、高橋さんも脚本を書いたんだと思うんですけど、やっぱりね、五十嵐一季って分からないんでしょうね、どういうキャラか。彼の魅力え自己規制でしょだから願いなんて持たないでしょみたいな。それはちょっと可哀想すぎるやろって。ただエースが、五十嵐一季が戦いの記憶を忘れない世界っていう願いを書くんですけど、ここは良かったですね。 やっぱりね、バイスを復活させちゃうっていうのは一線超えてるんですよ。ただでさえ茶番だった最終回がそれ以下になっちゃうんで、ただバイスのことを忘れさせないようにくらいはしてあげてもいいと思うんですよ。もう可哀想すぎるんで、一気が。CM の煽りとか盛り上がりと比べると、やっぱり物足りない映画ではありました。やっぱ20周年の先輩で客引きしてるっていう分、大地がね、高かったんで、残念な映画かなっていうのが正直な感想です。 面白くないことはないんですけどね。やっぱり冬映画は現役出すのやめないですかって思っちゃいますね。今回で言えば、グレアの登場だったり、道長の退場だったり、制作の立ち上げで言えば、多分本編の立ち上げとほぼ変わらない時期で、その中で本編との整合性を合わせながら作るっていうのは、やっぱり無理があると思うんですよ。しかも今回は、まあ、あ技術放送後にオファーしたであろう、出てもらえるかもらえないかまだわからないリュウキキャストもいますからね。でもね、本当にね、ここが はね、特大のね、悪いところでね、好きな作品の当時のキャストさんが出てくれるってだけで、やっぱりすごい嬉しいんですよ。今回はね、まあそうじゃないですけど、どれだけダサくだったとしてもありがたがっちゃうんですよね。僕もやっぱできれば悪く言いたくないですもん。それに技術の考察要素としては言った通り出来がいいんで。 何とも言えない、そんな複雑な気持ちにさせられた映画でした。僕はちょっとリヴァイスに対してはバイアスかかってるんで、自分でもこれが正当な評価とは思っていないんで、まあ、参考程度にしてください。あと、出演してるライダーにね、一人でも好きなライダーがいたら僕はお勧めします。見て損はない作品だと思います。これからも特撮作品についての動画を出していくので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。